後が布団を掘った。おはようございます。お願いします。ゆゆさんです。寒くなりましたね。寒いっすね、急に。なんか良さそうなの履いてる。 CO.JP。 あ、これそのネイビーバージョンだ。ネイビーの CO.JP の、はい、ネイビー合わせしてるやん。ネイビー合わせしてる。これ背中にでっかい数値が。あ、そうそうそう。 ありがとうございます。すいません。そうやつ、はい、ナイキのね、アウトレットで安くなってたんで。ああ、僕も買った。黒いやつ買いました。あ、黒買ったんですか。最後の1個だったのかな。同じ、僕もラスイチ 2XL 買いました。素晴らしい。もうラスイチとかだったら買うしかないんじゃないですか。アウトレットでね。そう、これの今新しいやつ出てるんですよ。え、そうなんですか。新しいというか、もっとすごいなんかしっかりしたやつ。へえ。4万ぐらいする。たっけ。そんなすぐ出てんだ。高い。え、高いやつ。そうだから、またアウトレットを狙ってるんですよ ね、 アウトレット流れたら。今日ゆえさんがね、はい、かわいいやつ、かわいいやつ変えて。いや、意外と少ないっていうね。少なかったみたいですね。あんなファミリーサイズ出すから今回意外と多いんだみたいな。そうですよね。あるのかなと思ったらめちゃくちゃ少ないらしいですよね。その海外とかだと各種5000ずつみたいな。少な、5000、4000とか。そんな少ないんだ。はい、日本は分かんないけど、まあまあそれぐらいかそれ以下って考えてもいいぐらいですよね。そうですよね。いや、本当見間違えたんですよ。スイカーズの通知って全部今回ダメでした。はいはいはい、連続で出ますね。はい、ダメでした、ダメでした。あれと思ってオーダーを確認しましたって。いやいや、でもちっちゃいのとかかなと思ったんですよ。一応トドラとかもやったんですか。そうですね、一応子供用のサイズとか、あとは一番ちっちゃいのとかでも飾りとしても可愛いじゃないですか。8センチとか9センチって結局全部エントリーしたんですけど、ゆいさんがそうスニーカーズで当たったんですよね、はい、スニーカーズももしかしたらトドラ入力しないと当たんないみたいな。ああ、抱き合わせじゃないか。そうそうそう、あったかもしれないですね。じゃあ僕トドラやらなかったから。やらなかったんですか。はい、メンズサイズしかやってないから。 それはあったのかも。でもスケショの方は本当大人のサイズしかやらなくて。ああ、そうなんだ。やっぱりそう。で当たんなかったんでしょ。当たんなかった。やっぱりその説濃厚になってきます ね。なんか一緒にやっとけよかったなと思って。ジュニアトドラ申し込まないと当たらない説。そうそうそう、うん、スケショだと逆にそっちの方だけ当たっちゃったら嫌だなっていう気持ち。ああ、まあ、そう、そうなんですよ。うん、それはあり得るから。ね、あり得るでしょ。でも、どうなんでしょうね。スケボーショップでトドラだけ、ジュニアサイズだけの人いたんですかね。あんまいなそうですよね。そう。いても多分少ないですよね。よね、多分、うん、当たる場合ってメンズとセットで当たってんじゃないかっていう。だいたいなんかそんな感じしますよね。宮下パーク。NY さん来ました。おはようございます。あれ、これ高尾さんからもらったんですか。あれ、NI さんだったんですか。高尾さんからもらったの。あ、違うの。え、持ってたんだ。かっこいい。高尾さん似合いそうだけどな、このね、この今みたいな黒赤で来たらね。これね、この全部プリントなんですよね、これ実は。ここ切り返ししてると思いきや全部プリントだっていう、このタグみたいのも全部プリント。でも NY さんもまだパワーパフガールズの SB は見てないですもんね。見てないです。うん。宮下パーク屋上来ました。ゆうさんが買えたやつスニーカーズ。はい。はい、いいですか。開けますか。これね、ボックス、なんかパワーパフガールズっぽくしてくれてもいいのにね。確かに。スクモでも良かったと思うけど、スクモではなく普通の箱ですね。何の重さもない。普通の箱 18.5 で、はい、はーい。このね、なんかシール、うっすら滑ってる気がするけどな。ずっとずっとね。もしくはもうちょっとね。どうしたの。いや、なんか蓄光とかなのかなと思って。全然そういうわけでもないのかな。これぽいもん。そう、ぽいぽい。暗闇で光るのかみたいな、ね、なんか光りそうな雰囲気あったなと思って。あと、もしくは色の種類増やすとかね。ああ、確かに。ここはね、いろんなパターンあったらちょっと厚めがやりそうな気がするけど。髪はね、この特別な。はい、髪は特別な、ね、はい。うわー、ピンク、いい色。ピンク。なんか、これちょっと、今太陽光で見てると、これ、なんか加工してますよね。なんかちょっと表面キラキラしてますよね。何これ、角度によって。なんかちょっとひび割れ
みたいな、その、流れがありますね、うん。なんかありますよね。え、不思議。何ですか、これ。いや、これはこんなの実物見ないとわかんないですよね。ねスニーカーズとか、リークの画像じゃわかんない。なんかピカピカしてる。はい。まあ、ちょっと、これは、なんていうんですか、ちょっと、自分のだったらと仮定して言うと、うん、ナメクジの跡みたいな、あ確かに歩いてったなみたいな人のだとちょっと言いづらいけど、ナメクジっていうかカタツムリの方が可愛いか、可愛いか、カタツムリが張った跡みたいな、確かにちょっとこうありますよね、テカテカした感じね、うん、なってますよね、なってる、不思議ね。この前、青いの高尾さんに見せてもらったけど、はい、青いのはこれ、そもそもこのアッパーの素材が違うんですよね。あ、そうですよね。青いのは爬虫類の。ね、ヘビ柄みたいなんですね。そうなってて、ピンクと緑は多分、このツルツルなんですよね。うん、ツルツル。でも青い方も、で、加工はして ありましたけど、なんか光る、うんうん。はいはいはい。またピンクは違いますね。ね。じゃあ緑どうなってんのかちょっと気になるな。確かにめっちゃ気になるな。でピンクだけここなんかハートになってるんですよね。あ、本当だ。あ、うん。あ、知らなかった。なるほど。そうそうそう、色ごとに多少そういうのがあるんだ。うん、多少違うみたい。わあ、かわいい。かわいいね。青にはいや、そうですね。青にはなかった。はい。の貝紐はあ、黒なんですね。黒が入ってますね。これは青も一緒でしたね。黒。ブロッサム。ブロッサム。ピンクのこの名前ですね。いやー、これ不思議だな、この。履き口はこのサテンなんですね。ね、なんかテカテカしてる、うん。すごいテカテカ。いやー、これいいですね、すごい。ねえ。うん。いいっすよね。いい。みんな向いてる方が違うし、お口。これ口。青はこっちにありましたね。確かに。はい。なるほど、瞳の向きも違うんだ。ね、あ、この刺繍もすごいですね。ね。あ、シューターもちょっと違いますね。あ、これですか。はい。多分これ、あ、デザイン違う。ね、やっぱり。はい。青。そう。パワーパフガールズって、博士が作った女の子なんですけど、砂糖とスパイスと素敵なものと、あと、なんだっけな、ケミカル X だっけな、とかっていう、なんか、化学物質が入っちゃって3人のスーパー女の子たちが生まれるっていうお話なんですけど、でこのブロッサムちゃんは素敵なものの成分がちょっと多い子なんですよ、なんでこれが素敵なものになってる、ハートとかウサギとかなんか素敵なものがちょっと多いよみたいな、だから高尾さんが持ってた青は、はいはい、あの子なんだっけな、あの子は確か砂糖が多めだからここにシュガーって入ってる、シュガーって入ってあった、うん、はい、緑の子は、ここスパイスになってますよ、あの胡椒とかスパイスがちょっと多め、そうだから気強いんですよ、普通の料理みたいになっちゃって、ね、そう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 なるほど、よく知ってますね、昔あのカートゥーンネットワークで見てたんで、これ見てたんですか、見てた見てた、なんか可愛いのだけど、はい、結構ブラックジョークというかグロっぽいシーンもあったりとかする、そうなんだ、でも子供用アニメではあるんですよ、ね、子供用アニメではある、はい、そうなんだ、そうなんですよ、インソール取れろ、いやインソールは取れないんですよ、あとピッチリ、あ、取れた、すごい、だこっちモジョジョジョ、モジョジョジョだっけ、多分そう、これでもこのキャラクターあれ高尾さんのインソールにいた、うん、青いのにいたのと同じピッコロみたいな、そうそうそう、敵モジョジョジョっていうんですね、チンパンジーなんですけど、チンパンジーなんだ、確かモジョジョジョって名前だったような気がする、ナメック星人じゃないんだ、そう、頭脳丸出しなんだよこれ確か、これは脳じゃなくてこの下が脳丸出しになっちゃってるから守るために帽子かなんかヘルメットかななんか被ってんの、ヘルメット、そうなんか被ってんの確か、っていうモジョジョジョ、大丈夫ですか、ちょっと難しいですよ、少々お待ちを、いやちょっとむずいですよ、いいですよ無理しなくて、そんな無理しなくていいですよ大丈夫ですよ、あ、わあ取れそう、わあ取れた、いやいやすごい、いいけどわあ怖い、ぐわって言った、よっしゃ、あー怖いよ、あー怖い、あー面白い、ポップね、ポップで可愛い、可愛い、こっちは一緒かな、多分
ハイポチューか、ね、カッコ違った青、あ、青、これこっちこっち違いますね、うん、あ、違う、はい、もうちょっとこう、姿が見えてました、あ、このなんかマントでこいつの、オケケケでしたっけ、モジョジョジョ、あ、モジョジョジョ確かモジョジョジョモジョジョジョ合ってる、あ、合ってた、オケケケじゃないんだ、やつじゃないんだ、で、この裏が、ズームがこれね、あ、これは一緒なんだ、うん、これ、はい、多分だけど、あのオープニングでパワーパフガールズができる過程をダイジェストみたいなので紹介してるんですけど、なんかこういろいろ素材混ぜて、そう、素材混ぜて、そこにケミカル X が混ざってしまったみたいなので、ボガーンってなった瞬間に博士が吹っ飛んで白黒になってこうチーンってなってるんですけど、なんかその色合いに似てるんですよね、白黒なんですよ確か、あの世界観一瞬、ケミカル X はなんだかわかんない素材ってことですね、うん、なんか強くなる化学物質、ただ取りすぎると凶暴になったりとか、そう、ちょうどいいバランスで入ったんで、パワーパフガールズはあの特殊能力を得た強い気のいい女の子たちになってるけど、入れすぎたりすると敵とかになっちゃう、あ、ちょうど奇跡的に地球になったみたいな感じですね、そう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 、偶然できた、そう、あ、これもちょっとデザイン違うんですね、サイで、ね、違うんすね、これはね、撮ってみなきゃ分かんないですからね、どこにも画像出てないから、確かに、うわ、パワーパフガールズのちょっと中見ちゃいますけど、ペンでなんか引いちゃってますね、これ、あ、本当だ、ノートで、うわなんかシャッて、うん、そうそう、ボールペンは出しっぱなしだったっていう時あるけど、あ、そんな時ね、あ、なんかこっちは意外と普通に厚タンみたいな感じになってる、確かになんか結構分厚い気がするな、うん、ここは多分一緒だと思いますけどね、その3色、ね、確かに、うん、こっちはなんかもっともっと、なんならこっちとこっちでもこっちの方が分厚く見える気がする、はいはいはい、あー、なんとなくね、こっちスカスカっぽいですね、こっちなんかちょっと薄い感じするけど、はいはい、こっちなんかみちみちしてる、そうか、じゃあ個体差だな、それは多分、クリアソール、ね、クリアソール、はい、ピンクなのかな、その裏のが見えてるだけで、裏のが見えてるだけで、どっちかっていうとなんか乳白色な感じはしなくもない気もするんだけどな、NYさん、ダメでしたか、ダメでした、今回はインスタント渋谷店には出したんですか、お店は持ってってないです、あの北海道の日だったんで、あ、そうか、その日北海道行く日はスプリームボックスロゴ のフーディーの日でしたもんね、はいはい、その北海道行く日になんで行きとんねんって言ってて、その日には出しに行けなかったんだ、そうです、うわこれいいですよね。いいですね。これ青と一緒ですか？一緒ですね。一緒です。はい。今回薄いんですよね、これ。なんか薄くないですか、ここが。多少ぽっこりはしてるけど。うん。今すっごいムチムチしてるわけじゃないですね、確かに。うん。インラインの SB でよく使う激落ちくんの素材みたいなぽっこりはないですね。うん、ないですね。これ、ね、3色集めたくなっちゃいますね、なっちゃうねでも一番僕はピンク欲しかったんです、あ、そうなんだ、そうそうそう、じゃあすごいですね、よく当たりました ね、それがちょうど、そうなんですよ、ここがなんか二重になってて、あ、そうですね、こうリフレクフアーみたいな、確かにリフレクティブっぽい、そうそうそう、これでもちゃんとあのフラッシュ焚くとここだけ光るんですよ、本当にちゃんとリフレクティブになってるの、リフレクティブになってるんですか、あ、全部そうなってんだ、そう、数種だけじゃない、なんか多分青とちょっとまた比べてみないと分かんないけど、うん、こんなしっかり青なってたかな、どうだ、なってんじゃないかな、全部確か光ってた気がするんだけど、このピンクだと分かりやすいのか、ちゃんとこう縁がこうなってるっていうのが全体が分かりますね、分かりやすい、青どうだったかな、確かにあの青もこうやって角度で光具合がこうちょっと緑っぽくなってるってお話はしてたと思うんですけど、うんうんうん、ここ全部リフレクターなんですね、そう、フラッシュ撮影すると光るんですよね、フラッシュ撮影 NY さん出番じゃないですか得意のそうです、得意のフラッシュ撮影、フラッシュ撮影最近 NY さん勉強してるからフラッシュ撮影をね立ち上げには時間かかるけども写真立ち上げるだけでこんな喋ってつながなきゃいけないほど時間はかかるけども設定にねちょっとね時間がかかるから、そのフラッシュの設定に、ね、1回ずつ忘れちゃうから最後、うん、じゃあちょっと NY さん NY さん、撮れたやつは分かりづらいな、ここ明るいからな、分かりづらいわ、あー本当だ、もっと暗いところ行かないと分かんないな、もうちょっと白っぽく光っててくれればいいけど分かりづらいですね、分かりづらいなこれ、
じゃあ NY さん、 NY さん行けるんじゃない、じゃあチャンス、チャンスだよ、取れたで、そっちの方が分かりやすいんじゃないか、そっちの方が分かりやすい気がする、あー本当だ本当だ、時間かけただけあるよ色味変わってますね、確かに、うんうん、映ってると思いますね、うんうん、わー、うん、光ってる光ってる、確かにこれは絶対光ってる、本当だ、 NY さんさすがさすがそうなんだ、そういうギミックあったのちょっと分かんなかったな、はい、このカタツムリの後も光ったら面白かったですね、確かに全部は光んないですね、うん、でもね、うん、でもこの光が当たるとこうキラキラするっていうのは面白いですけどね、可愛いよ、うん、なんか青はもっとねなんか、うん、ここら辺もザクザクしてるんですよね、切っぱなし感が多少あるというか、はあはあ、緑も何らかちょっと違うかもしれないな、違いありそうっすね、かわいい、かっこいい、かわいいな、ボソッと言ったけど欲しいなってこれでもどれか一足っていうわけにいきますか、一足買ったらちょっとやばい、そうなんですよ、そうなんですよ、一足手出しちゃうと、一足買えるんならこれぐらいで買えるんならみたいな、ね、国内数千足って言われて少ない割に、まあ、4万ぐらいで買えるならみたいな買っちゃったしな一足みたいなっていう気になっちゃいますよね、そのぐらいですよ、ね、今だって3万3000円とかがジョーダンの定価なんだから、 それで言うと4万も、まあ、別に交通費ぐらいですよね、そうですね、往復交通費、茨城から出てきたとしたら駐車場代と全部使う、ああそうですよ、ただ一足いっちゃうとっていうところなんか一番この子が後ろから見たって顔っぽい気がする、口の位置がここだから、ああそうか、これ口なんですね、そう口、笑った時の口なんです、ここにこうデザインがあるってないですもんね、うん、他でね、なんかね素材とか色とかギミックでこうあるけど、デザインそのもの、スニーカーのデザインそのものを変えちゃうのってなかなかないですもんね、一周ですもんね、ね、見ちゃうとね余計にお酒飲んだら分かんないですね、そうですね、そこです、ね、一番怖いのは次の日起きて3つとも行ってたっていうことになるんですけど面白いですねそれは気づいたら3足夜ちょっと深夜にお酒一人で飲んでる時は危ないですね、そうまあまあその時はじゃあ朝すぐじゃあ僕に連絡ください。また撮らせてもらうんで。はい。いや、はいじゃなくて。